いや、これ見てくれ、みんな、これわかる、なんだか。これね、あの、第五人格のあの、レオが持ってる殴るやつね、これ。ここにちゃんとね、第五人格って書いてあって、ここにもね、第五人格のロゴみたいなのがあります。まあ、これどこで手に入れたかっていうと、僕あの、知り合いの YouTuber にオニアってやつがいるんだけど、なんかそいつが第五人格の公式番組に出てて、で、なんかそれでもらったらしくて、でもあいつ第五人格やってないから、あの、この前あいつの家行った時にあの、パクってきました。だからこの動画を出すことによって、あの、パクられたっていうことをね、多分知ると思います。まあ、全部嘘なんですけど。いや、これね、めっちゃ、これめっちゃ良くない？これ。多分これさ、なんか第五人格今度コラボカフェみたいなのやると思うんだけど、多分それでもね、売ってないと思うから、これ非売品だと思うんだよね。めっちゃ良くない？売ってたらごめん。もうタイトルに俺非売品って書くから。これちゃんとレオみたいに殴れるから、これ。オラーって。オラーってな。殴れるから、これ。まあ、別に殴るようじゃないと思うんですけど、はい。まあ、そんなわけでね。まあ、レオのね、この、なんて言うんだろう。まあ、殴るやつ、棍棒みたいなやつはもらったのはいいんすけど、まあ、正直なんか、まあ、リッパーとかミチコのグッズが欲しいよねっていうね。もらっといて愚痴を言うっていうね。はい。もうそれだけの動画です。いや、可愛いよな、第五人格のグッズ。なんかコラボカフェ行くわ。コラボカフェ行くから、あの、なんかもし行く人がいたら、あの、頑張って見つけてください。はい、では。